ボートレースバトルトーナメントを理解してもっと楽しいボートレース。今回はボートレース平和島で初めて行われるボートレースバトルトーナメントのルールをご紹介します。開催日は来年2016年1月9日から11日までの3日間。このレースはファンへの日頃の感謝を表すファン感謝3デイズの一環として、今までにない面白いレースを提供する目的で考案された企画レースです。参加選手は女子選手を含む A1 級24人と A2 級24人。人気と実力を兼ね備えた男女合計48選手が3日間のトーナメント形式による勝ち上がり決戦に挑みます。トーナメントの枠番は抽選により決定するところも見どころの一つです。1月9日初日、1日12レースの番組編成がこちら。初日はトーナメントが8レース行われます。それぞれのトーナメントの1着、2着、3着の選手がセミファイナルに進出します。5レースから12レースの合計24名が2日目のセミファイナルへと勝ち上がります。また4着以下の24人にもファイナル出場のチャンスが残り、2日目の復活戦に回ることになります。1月10日2日目、番組はご覧のように編成されています。中日となる2日目にはセミファイナル4レースと復活戦4レースが行われます。このセミファイナルで1着を取った選手4名が3日目のファイナル優勝戦へ進みます。この4選手のファイナル優勝戦での枠番は1号艇から4号艇までが与えられ、何号艇になるかは抽選により決定します。そしてファイナルの5号艇はセミファイナルで2着となった選手の中から初日のトーナメントにおける得点率上位1名が駒を進めます。ではファイナルの最後の6号艇はどのように決定されるかというと、復活戦で1着の選手の中から初日のトーナメントにおける得点率上位1名が出場できるシステムです。このように初日に8レースのトーナメント、2日目に各4レースのセミファイナルと復活戦、最終日にファイナル優勝戦という今までにない超短期決戦となっており、ミスの許されない熾烈な争いが展開されることは間違いないでしょう。史上初の3日間トーナメント、ボートレースバトルトーナメントはまさに未だ誰も見たことのない熱い3デイズ。その歴史的レースをぜひここボートレース平和島でお楽しみください。